こだけ皆さんに紹介します。はい、あと単語帳をルートに追加しました。ポラリスバージョンという名称に変えて、おポラリスバージョン、ソリューションが1冊目の条文として追加されるように、はい、おハローでは始まりました、もっちゃちゃんです。さあ今回はですね、中村先生においでいただきました。はい、ハローでは。いや今回はですね、はい、皆さんが気になるルートです、やっぱり、はい、もう、はいはいはい、武田塾のルートを期待している人がすごい多いお互い武田塾チャンネル出てんのになぜここでやるのかって話ですけどそうなんですね、はいはい、まあ、全体の、ね、発表はまだということなので、はいはい、全てを話すことはいけないんですけど、はい、ちょっとね、みんなも知りたいよ知りたいよ、はい、って言うと思うんで、ちょっとどんな風に変わるのかですね、はい、ちょっと教えていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、まずじゃあ英語ですかね、はい、まあ、ペースの微調整をいくつかやったんで、ほうほうほう、まあ、シスタンベーシックと速度計軸を、これがちょっと量を、はいはい、1日あたりの量を少し調整して、なるほどなるほど、はい、ちょっと綺麗にしたというか、うんうん、微妙にはみ出たりするが、はいはい、1日ではみ出ちゃうとかがあったんで、まあ、そのあたり調整したりっていうふうになった感じですね、うんうん、はい、あと単語帳をルートに追加しました。おこれはすごい情報じゃないですか、はいはい、でこれは増やしたっていうよりは選択肢が増えたって感じですね。おうおうおう、どう増えたかっていうと、シスタンあるじゃないですか、竹内君メインにシスタン使ってたんですけど、これの代わりにターゲットとリープ使っていいよっていう。竹岡先生、はい、そうです。あのこれ学校採択がすごいリープって多くて、うんうんうん、で学校で配られたから使いたいって声結構多かったんで、はいはい、あ、まあじゃあ別に代わりに使っても問題ないかなって感じだったんで、うんうんうん、であとターゲットもやっぱ使いたい子すごい多かったんで、はい、まあ、シスタントターゲットを、まあ、代わりにあとリープも使っておくけど、うんうん、その場合のペースこんなんだよって形で、まあ、ルートを調整したっていう。なるほどなるほど、はい、あと2冊目の単語帳、まあ、リンガミ対価とか鉄壁とかのポジションですね、はいはいはい、あそこにパスタンの順位って追加しました。おお、はいはいはい、ついに出ました、パスタン順位、はい、使ってる人多いですからね。そうですね、もう順位級受ける人もやっぱり総計志望だと多くなってるんで、うん、まあパスタン使いたいって人多いかなと思って、うんうん、はい、増やしました。なるほど、これでじゃシスタンもうかうかしてられますね、まあ、また群雄割拠の時代がね出てくれたら面白いと思います、ね、もうびっくりしてるかもしれないですけど、武田塾といえばシスタンだったんじゃないの、ね、オーブン車はもうターゲットも変わってますよもともとでも使いたいって言ってたら使わせてたんで、まあ、それを今回正式で使っていいよというふうにしたって感じですね、はいうんうん、なるほど、これ選択肢が増えたって感じですね、はいはい、で続いて、まあ、日大レベルで進める単語の範囲とかペースをちょっと調整しました、はい、これはシスタン例えば3章以降、うんうん、3章とか4章の、まあ、マーチとか総計でメインで使うような単語が、うん、結構早くからやっちゃう子が多かったんで、それよりも1200までの完成度を上げるっていうのを入れたりした方がいいかなということで、変に単語だけ先に進んじゃうみたいな状況が起こらないように、ちょっとあの入るタイミングとかを調整したっていう感じですね、はい、そういった進化が行われてるわけですね今、はい、あと文法参考書が演習量多めのネクステージバージョンっていうのがあると思うんですけど、はいはいはい、とあとあのレベル列バージョンだったんですけど、はいはい、ただレベル列は結構そのポラリスにする人が割と多いかなと思ったん で、 そうです、ね、ポラリスバージョンっていう名称に変えて、おポラリスバージョン、はい、なるほど、新たな、これはでも今までのレベル別とか全レベル等身とかオーブン車のやつも全然そのまま使えてて、うん、ただまあ悩む選択肢としてその2択が多いかなって思ったんで、まあ、要はネクステヴィンテージ系か、まあ、ポラリスレベル別全レベル系かっていう演習量多め少なめで、まあ、志望校とか残り時間で判断みたいな感じかなと。なるほど、じゃあ演習量が多いやつ、文法の問題が多いやつがネクステ、そうですね、まあ、私立の人とか、はい、で文法が少ないやつが、まあ、国立とかの人がポラリスとか、まあ、そうですね、ポラリスって単語めちゃめちゃ出てきますもんね今コメント欄とかにも。まあなんか全レベルとかレベル別って、あとあの2つが名前が似すぎてて、はい、どっちのことなのか分からないってなりがちだったんで、まあ、ポラリスの方が名前が絶対同じのないから分かりやすいかなっていうので、うんうん、まあいいかなとは思って、はい、すごい、やっぱ関先生すごいですね。いやもう名前がやっぱ分かりやすくていいですね、うんうん、はい、あと次が文法問題集なんですけど、これ、うん、日大レベルのラストの方にもう一回文法問題集をやるタイミングを入れました。おなるほど、はい、でこの時の合格基準も 90%、 おなるほど、竹田塾基本 80% 以上なんですけど、はい、ここは2回目なんで 90% 以上でやってくれと、本当は自分でタイミングでやってくれって話なんですけど、うんうん、強制的に入れた方がやるかなって思って、はいはい、強制的に入れました。なるほど、はい、あと、まあ、長文がソリューションが
1冊目の長文として追加されるようになりました、はい、おソリューションも出てきたわけですね。あれはやっぱりすごいレベルの中で一番最初にやりやすい本なので、うんうんうん、長文1冊目としてソリューションを完備して、まあ、ソリューション、ハイパートレーニング、うん、ポラリスみたいな流れでやって、はいはい、これは進化を遂げたというか変わりましたね、出てきましたね関先生。あとはポラリスの方の黒ポラリスですね、はいはい、白ポラリス使う場合黒ポラリスをファイナルの代わりに使えるようにしました、うん、おなるほどなるほど、はい、要はファイナルって、まあ、桐原のやつなんで、ね、まあ、ネクステとかそっち系と同じ出版社のやつなんで、うん、まあ、そのまま接続しやすいんですけど、まあ、ポラリスはポラリスで繋いだ方が楽だろうということで、なるほどなるほど、はい、まあ、黒ポラリスをまあ追加できるようにしたという形ですね。桐原もうかうかしてられませんねいやまあでも選択肢増えてくれた方がねいいと思うんで、どれ使おうが別に完璧にしてくれば受かるんで、はい、あと英作文に、はい、あの今ハイパートレーニング一択だったんですけど、はいはい、あのトランスフォームっていう時田先生のあれを追加しました、うんうん、まあおそらくあの本のコンセプトが苦手とする人多いかなと思ったので、はいはい、日本語に変換する練習ですね、はい、まあそこ練習用として技術採点とかちょっと受けられないみたいな人はあれでやった方がやりやすいかなと思ったので、うん、なるほどなるほど、まあ、選択肢として追加ですね、うん、まあ、従来通りハイパーでも全然問題ないというか、なるほど、これはいい情報ですね。英語は大体そんな感じですかね、はい、まあ、他はそんなに、まあ、武田塾参考書現代文出たんでそれを差し替えた、あ、なるほどなるほど、そうですね、登場しましたね、ですね。あ、日本史だけちょっと一応言っておきたいんですけど、はい、日本史が2017年版だった一問一答ルート、あ、はい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 、あれを復活させました。おお、ほう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 、はい、まあ、2レベルトレーニングバージョンと一問一答バージョンの2択が、選べるようになりました。これは日本史はね、やはり金谷先生の一問一答使いたい人がすごい多かったんで、そうですね、まあ2択でいいかなっていう話ですね、うん、はい、あと一問一答も実はあの金谷先生のやつメインに2冊あって、はいはい、必修版ってやつがあるんですよ、完全版のやつで、これは共通テストレベルぐらいの、うん、星3とか星2中心のやつなんですけど、うん、まあ、そっちメインで共通テストとか日大レベルまでの人とか、あとは一回簡単なのやりたいみたいな人だったらそっちからやるといいよっていうので増えてますっていう、はい、あ、なるほど、こういった形で日々ルートも進化していくっていう形ですね、はい、まあ、いろんなところがねルートいっぱい作ってますからね、はい、このルートっていう言葉を定着しましたか、そうですね、ありがたい話で、はい、こんな感じでどんどんいろんな新たな用語、白ポラとか黒ポラとかってなんか出てきそうですね、はい、正式発表いつ頃とかまだ決まってないですか、まあ、ゴールデンウィーク明けとかそのぐらいには一通り発表したいかなって思ってるって感じですかね。じゃあ、はい、そうですね、ちょっとだけこの皆さんにお先に出させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、武田塾 のルートって段階突破テストっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれ要は日大レベル終わった時に過去問解いて突破したら次進もうみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、あれが一番上のレベルを各そのルートで撤廃しました。お、撤廃、はい、ほんほん、つまり総計レベルはマージレベルまでの段階突破はあるんだけど総計の段階突破テストがなくなって、はいはい、その代わりに過去問演習が入るようになりました。お、なるほどなるほど、要は段階突破して次がないんだから突破する必要なくないっていう、あ、なるほど、そう、もう過去問で良くないっていう話で段階突破テストなくしたんですよ、うんうんうん、ただ日大レベルに関しては全員段階突破テストやってから過去問やってねっていうルールにしてます、うんうんうん、なるほど、はい、な感じですね。だからまあ段階突破テストのルールが変わった、まあ、これは武田塾の内部向けですけど、そうですね、ただまあ自分たちで過去問やるときもとりあえず突破したら次進むっていうのは下のレベルから上のレベルに進むときはまあ相変わらず守ってねという感じですね、うん、そうですね、絶対そうだと思いますそれは、まあ、あとこれは今のうちはこうなりましたよって話なんですけど、共通テストのルートの参考書、共通テストメインの参考書は、はい、おそらく改定が結構されると思うから、はいはい、ちょっとあの辺の参考書は変えなくなったりとかするかもしれないけど、うん、一旦その前にしとくから変わったら変えるねっていうふうに絶対にお話ししましたね、うん、そうですよね、本当に英語とかもね、はい、全然違ったみたいになっちゃいましたかね、リーディングに関しては。いや、そうですね、英国数の、まあ、やっぱり3科目が変わる可能性高いかなとは思ってるんで、うん、そうですね、まあ、ちょっと著者の方々もね、はい、SNS で発信してる方もいましたんで、変わりますとか、はい、僕変わりませんみたいなのが出てたりもしたんで、はい、まあ、やはりそこ合わせていかないとルートも当然それに合わせて選択していかないといけないですもんね。そうなんですよ、まあ、これはやっぱりとりあえず先に進んじゃうと新しいやつが出る前にそこのに到達しちゃう子もいると思うんで、まあ、その場合とりあえずルートは今までのやつ使っとくけど、まあ、おそらく差し替えになると思うから新しいの出てから買った方がいいよって感じですかね。あ、なるほど、第2版みたいなのが、はい、とか改訂版みたいなのが出るかもしれないですよね、はい、ですね。あとですね、これはまあこれも内部性向けなんですけど、まあ、あと受験相談に行ったらおそらくこれに見せてもらえるかなと思うんですけど、はい、ルート選択用のアンケートっていうのを作りました。お、
アンケート、はい、例えば英語のルートでも、まあ、文法多めバージョン少なめバージョンとか、はい、あとはその高校入門から始めるか日大入門から始めるかみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれの目安、こういうことできなかったらとか偏差値これぐらいだったら高校入門からやった方がいいよみたいなフローチャートみたいなのを作成したんですよ。おお、なるほど。ほうほう。なのでこれ受験相談とか行った時にそれを見せてもらえれば、うんうん、自分がどこからやった方がいいのかっていうのが結構分かりやすくなるかなっていう。なるほど、それは便利ですね、はい、確かに。そうなんですよ。だから、まあ、これは僕の中での基準はあったんですけど、ちょっと書面にしたことちゃんとやったことなかったんで、はいはい、まあ、今回アンケートって形で作ったんで、うん、全局は一応これで、まあ、ルート選択と開始のレベルが設定しやすくなったかなと、うん、なるほど。それはじゃあ受験相談に行けば見れると。そうですね、もうちょっと浸透してきたらね、動画とかで上げてもいいかなと。なるほど、皆さんに公開ということですね。さすが毎回無料で出しますね、はい、そうですね。ただ今だとちょっとまだ修正とかいろいろあるんで、はいはいはい、まあまあ全部固まるまでは一旦その内部で使おうかなみたいな。なるほど、なるほど。こんな感じでですね、はいはい、まあ、これもまたグイーンって伸びてくれればね、この動画もまあ注目してもらえれば嬉しいですけどね、はい、ぜひ参考にしてみてください、はいはい、今回は中森先生にですね、新ルートについてちょっと聞きました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。